夢もなく希望も失せたこの世紀末において、天使のように純朴で澄み切った心を持つ少年がいた。それじゃあ行ってきます。お父さん、お母さん。なんて素敵な朝なんだろう。新しい学校にも友達がたくさんできるといいな。あ、おはようございます。いつもどうもご苦労様です。どうしたんですか。北野誠一郎、そんなに優秀な転入生なんですか。ああ、前の学校からの推薦状には成績人柄ともに極めて素晴らしいとある。会うのが楽しみだわい。写真がないのが残念ですね。まったくだ。とにかく急だったらしくてね。彼が来たようですね。入りたまえ。失礼します。なんだ貴様は。ここを校長室と知っての狼藉か。あの、僕は今日転入してきた北野ですが。警察を呼べ。え？だが彼の顔は怖かった。話も聞いてくれないのかい。何度もドアを叩いてるのに、その気になれば君にだって何か分かり合えるかもしれない。僕の中に欲しかったものを君が見つけた。何が人をあそこまで変えてしまうのか。今日からこのクラスに入ることになった北野誠一郎君だ。みんなよろしく頼むよ。とにかく僕は怖くないってことをみんなに早く分かってもらわなきゃ。何？一年に目つきの悪い奴が転入してきた？はい、一年の連中は早くも全員そいつにビビっちまって。
このままじゃバンハッテルモノとして示しがつきませんよ。まめやがって。この俺に何の挨拶もなしに突っ張っていかると思ってんのか。よっしゃ、この碧空高校番長黒田清吉が直々にその一年坊主を締めてやる。ごちそうさまでした。出て行ったぞ。帰ったんじゃないのか。いつ暴れ出すか気が気でなかったわ。本当だよね。俺なんか緊張して弁当の味が全く分かんなかったよ。まったくだ。もしかしたらと思っていたけど、やっぱり静かだったのは僕のせいだったんだな。ここですよ黒田さん。おい、お前ここのクラスのもんか。はい。このクラスに今日目つきの悪いやつが転入してきただろう。え？一体どんな野郎か俺に紹介してくれねえか。僕のことですか。黒田さん、こいつです。こいつ、こいつがその転入生です。クラスを間違えた。俺としたことが慌てててクラスを間違えちまった。黒田さん、このクラスですよ。こいつが転入生ですよ。黒田さん、黒田さん、どうしたって言うんです。あの転入生を閉めるはずじゃなかったんですか。バカ野郎、野郎の目を見ただろう。ありゃ普通の目じゃなかったぜ。俺は喧嘩慣れしてっから、相手見りゃ強いか弱いかすぐ分かんだよ。やつは強え、しかも相当な修羅場をくぐってる大悪党だ。それに俺の勘によれば、もっと恐ろしいことに奴は薬もやってやがるぜ。麻薬ですか。間違いねえ。いいか、これ以上奴にかかるんじゃねえぞ。今にみんなもきっと分かってくれるさ。よし、この学校での新しき門出を記念して校内のゴミ拾いをしよう。でも黒田さん、奴が俺たちを標的にするなんてことはないですかね。何？心配すんね。そんな時は俺も黙っちゃいねえさ。でも相手は役をやってるって。任せとけ。
こっちから手出しはしねえが、あっちから来るときは別よ。この前の台風で倒れたんだな。まあお前たちも大船に乗ったつもりでいるんだな。すげえや黒田さん。さすが黒田さん、男っすね。まあね。生徒会は何してんだろう。こんなものほったらかしておいて。まずい、さっきの怖いお兄さんたちだ。逃げよう。木の重さで足が前へ。黒田さん、やつですよ。うわあ、おつだ。黒田さん、さっき言ったことは嘘だったんですか。やっつけてくださいよ黒田さん。どうしよう、怒られる。命だけは、命だけはご勘弁を。え？殺さないでください。バンでもなんでも差し上げます。命だけは、命だけはご勘弁を。悪魔がわしの学校にやってきよった。転入一日目にして北野君に制圧された番長グループは北野君に絶対服従の身となった。二週間ぶりか。British system of education has 番長グループを昨日一日で潰しやがった。やっぱりただものじゃないわよね。逆らう奴は容赦しないってことだな。higher education. All children must go. All children must go through the. だが彼の顔は怖かった。ほんと命があってよかったっすね黒田さん。ええ、もう思い出したくもねえぜ。いいか、北野さんには逆らうんじゃねえぞ。下手に機嫌損ねたら殺されますしね。誰に殺されるって。ああ、うん、よた、竹久。ええ、あの入学早々先行をぶん殴って定額を食らったやつか。面白い。やろうってのか。俺たちも今むしゃくしゃしてたところなんだよ。頑張ってください黒田さん。期待してますよ。3人で袋にしてやるぜ。え、俺たちもやるんすか。黒田さん怠慢じゃ。俺たち番長グループは一心同体だろ。いいぜ、3人でまとめてこいよ。なめられてますよ黒田さん。こうなりゃ怠慢で行くしか。3人でボクボクにしてやるぜ。
休み時間になると僕が教室から出ていくのが習慣っぽくなっちゃったな。この学校の番長さんを倒したんだ。これからは俺がこの学校の番を張らせてもらうぜ。この学校の番はもう俺じゃねえんだ。何？昨日お前と同じ1年の北野さんって人が転入してきて、たった1日で全校を制圧しちまったんだからな。なんだと？上等じゃねえか。だったらその北野って野郎をぶっ倒してこの学校の番を奪い取ってやるぜ。でそいつはどこにいるんだ。おい、まあいいさ。ビビってやがるぜ。あ、誰だ？同じクラスの竹久くんよ。竹久？ほら、入学してすぐ先生殴って停学になった。何？そこは北野くんの席だから。学校の大番長の北野せ、あ、ん？あれ誰だろう？僕の席に誰かが座っている。困った人だな、席を間違えるなんて。でもどいてくれなんて小バカにしてるみたいで言えないし。どうしよう、なんて言えばいいんだ。でも言わなきゃ。悪いことしちゃったな。僕が黙って立っていたから。は？もしかして僕の見下したような態度に傷ついたんじゃ。何も言わないで出てっちゃうなんて。まさか。北野君が動いた。ただじゃ済まないぞ。大変なことになるわ。くそ、この俺がガンさえもつけられねえなんて。ありゃ、あの目は見るからにしゃぶ中の目だ。あれ以上関わってたら、そうだ、きっと殺されてたかもしれねえ。殺される。血が。なんてことだ、僕が黙って立っていたのがこんなに彼を傷つけていたなんて。自殺しようとするまで彼を追い詰めてしまっていたなんて。Yeah!
だ、刺すぞ。爆撃兵死んじゃらけ。ナイフが怖くねえのか、バカが。ナイフが手首から離れた、今だ。よかった、かすり傷だけらしいや。そんなに死に急ぐもんじゃないよ、命は大切にしなきゃ。その日、北野くんにクラスで初めての友人ができた。おい、碧くんの話聞いたか？ああ、黒田のやつが1年に番を奪い取られたって話だろ。しかも、その1年が転入してきたその初日にだぜ。かあ、黒田も情けねえな。しょうがねえよ、あいつ全く根性ねえやつだからよ。それ言い過ぎだぜ。くそ、黒田さんやばいっすよ、白雲のやつらです。北野さん